助かってる。今勝ててる人でもいつまで勝てるか分かりませんよ、はっきり言って。あなたが経団連の関連の企業の御曹司だったら話は別かもしんない。海外に資産大量に移してこの国からいつでも逃げられるって状況だったら助かるかもしんない。でも一人一人この国に生きる大多数はこの国で生きるしかないわけでしょ。だったら政治家やるしかないじゃないかよって話なんですよ。もう食い物にされてんだよ。おはようございます。おはようございます。奨学金で考えてみてください。若い人ごめんね、奨学金で考えてほしいんですよ。どうして若い人たちに借金させてまで学校で学ばせるの。教育受けたいって若い人たちに教育受けさせるようにするのが国の役目じゃないですか。先行投資ですよ。未来に対して投資する。でもこの国は違うよって。竹富士がやってるようなサラ金に巻き込んでいってんですよ。かわいいっすね。誰が儲かってるっつったら金融機関じゃないですか。どうして金融機関に340億 年間儲けさせるために若い人たちに借金させんの。大人が借金しようと思ったら何しなきゃいけない。自分が仕事ちゃんと決まってて年収これぐらいあって、だから返済がこれぐらい可能だからお金借りられるっていう、そういう手続きじゃないですか。でも将来何者かになるにも何者かになるのも分かってなくて、給料いくらもらえるか分かんないっていう状態で、どうしてそんな人たちに300万も400万も500万も借りさせるような状況にできるんですか。大学院出たら1000万、奨学金肩のしかかって社会出る初任給いくらよ。その薄い初任給の中から生活していくんでしょ。その上に奨学金の返済まであんの。自分で独り立ちできる。実家から出づらいんちゃう。家賃まで払えんの。少子化加速するに決まってるやん。分かっててやってるよ。もうすでにみんな食われてるんですよ。この国に行ける皆さんのために政治をやりますなんて前提、茶番の国会の中ではないんですよ。だから6年いたから、もう一回同じ茶番に6年自分が穴の中入ったとしてもガス抜きにしか慣れてないじゃないですか。それをもう一回僕がやるんですか。意味がないとは言わない。でも本当にそれじゃ救えないじゃないかってことですよ。だから力貸してくださいって、みんなで変えると。